るく、激しく、新しく、そして美しく、世界が注目する女子プロレス、 We are スターダム。T シャツ、タオル、ポートレート、選手グッズはスターダムショップへ。ここでしか買えないグッズや期間限定グッズも販売。スターダムショップで検索。ジュリアのことが好きで好きでたまらない諸君、YouTube スターダムオフィシャルチャンネルにまだ登録してない諸君は今すぐ登録しろよ。アリーベデルチ。またな。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービス、スターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。2月10日シードリングに飯田沙耶と渡辺桃が参戦。年末にスターダム乱入で喧嘩を売った高橋七重とベテランの中島有沙を相手にタッグマッチ。ユニットを超えたチームで挑んだスターダム勢だったが、飯田が捕まりボコボコに。必死に耐え続けた飯田だったが、最後は高橋七重のラリアットに沈んだ。試合後にはシードリング初の生え抜き選手花ほのりが飯田を挑発。飯田沙耶がチャンピオンなんてさ、大したことないっすね。そうだよね。十分そのベルト、相手を持っているベルト剥がしてやりますよ、自分が。おう、てめえに負けたわけじゃねえんだよ。この足たちのスターダムのリングで、足が持っているフューチャーオブスターダムのベルトをかけて戦う根性あんのか。ほんまにスターダムに乗り込んでシードリングのシードリングのファッションを見せてこいよ。おい、わかりました。いいやつや、絶対こうして決まった飯田沙耶対花ほのり、両団体の意地と未来のぶつかり合い。果たして。始まりました、フューチャーオブスターダム選手権試合。チャンピオンは飯田沙耶、そしてチャレンジャーはシードリングの花ほのりです。実況は私村田春夫、そして解説は大江誠さん、週刊プロレスの成川栄一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは成川さん、はい、シードリング生え抜き第1号の花ほのりが、うん、チャレンジャーですよ。そうですね。まあ、高橋七重選手だったり夏木太陽さんだったり、その過去スターダムに所属していた選手たちにものすごく揉まれてきてるんですよ彼女は、はい、練習量にはものすごく自信があるそうです。さあ、飯田沙耶の望んできたこの若手同士の戦いでベルトを取り合うというしのぎを削り合うという図式だが、ここはホームリングのスターダム、負けるわけにはいきません。まあでもね、お前さん、はい、飯田沙耶は前哨戦というかこのタイトルマッチが決まった、はい、シードリングとの対抗戦でかなりやられましたよね。やられましたね。中島ありさのエルボーは非常でしたね。あそこまで打つかというぐらいでした。でも頑張ってましたよ。ボコボコにされましたけども頑張りました、はい、だが花ほのりから見ればあんなやつがチャンピオンかと、ちょっと舐められた感があるらしいですね、飯田沙耶は。ここは一丁ですね、まあ、ただシードリング側ももう花切り込み隊長的なねポジション、パッションを見せてこいと、はい、いう指名がかかってますからね。飯田沙耶は負ければシードリングにベルト流出ということになります。
いやー、成川さん、はい、シードリングもしっかりとセコンドについてますね。いや、タイトルね、花穂のり選手が初挑戦なんですよ。そういうのをね、奈良さんとかもこう補助するというかね、アシストするつもりもあってこう乗り込んできた部分があるんでしょうね。タイトルマッチは飯田沙耶と花穂のりの個人戦ではありますが、成川さん、もう団体対抗戦ですもんね。はい、もうシードリングはね、人数は少ないですけど、スターダムに負けてなるものかって気持ちはめちゃめちゃ強いんでね、まあ、こう花穂のり選手にもそういうのを見せてこいっていう風に、そういう気持ちはあるんでしょうね。いやでもほぼ一方的にこの花穂のりがチャンピオンの飯田沙耶を攻め込んでいますが、さあどうだ、ここはパワーで、おお、いいエルボー入りました。負けてませんよね、当たりでは。だがパワーには自信がある飯田沙耶、エルボーに対して逆水平。いやでも大江さん、やっぱこういう試合になると飯田沙耶の気持ちがね、ファイトにね、浮き彫りになりますよね。気持ちにプラスして、またこの今もう毎試合毎試合どこまででかくなるんだというような、この上半身のこの発達、筋肉の発達がものすごいです。この張りってもすごいですね。だからこの飯田沙耶の肉体が飯田沙耶の自信になってますよね。そうですね。さあやっと反撃のチャンスですか。ここでガードされた、危ない、かわした、さあどうする、おお、ジャンピングダブルチョップ、そしてドラミング。さあゴリラ化しております、飯田沙耶です。バックエルボー、成川さん、こうなってくると飯田も強いですからね。そうですね、実はですね、コスチュームにゴリラのマークが入ってるんですよ、先日気づきました。はい、この新コスチューム、新コスチューム、もしかしてこの見て、ズボンのところで、ね、右側のところですね。はい、はい、ゴリラリスペクト、ここに極まれに、もうゴリラになりたいと言ってますからね。最初はね、デビューした当初は小さな巨人になりたいと、はい、そうですね、なんかいつの間にか小さな巨人と言わなくなりゴリラだと。はい、いやでもそのゴリラパワー遺憾なく発揮してますよね。さあチャレンジャーの花穂のりがそのパワーを乗り越えてまたチャンスを掴んでいきます。ハーフボストンクラブも高橋奈良ももっと絞れ絞れとエールを送っています。いやでもね、大江さん、この花穂のり選手も何かそのね、ベースをしっかりと感じられる堅実な攻めをね、若いながらも見せますね。そうですね、やっぱりシードリングすごくやっぱり昭和式じゃない、平成式ですか、平成何初期式ですかね、やっぱり高橋七重が教えるのも、その基礎って分厚いですよね。その基礎の部分を教える部分ではすごく厳しい教えを受けてると思いますね。この試合からはね、決して派手さというものは見受けられませんが、一つ一つの技が正確で、そして確実に飯田沙耶にダメージを与えています。表情もいいですね、成川さん。はい、ね、多分練習の時点でこう感情を出せっていうのをね、七井選手とか夏希さんからも口酸っぱく教えられてるはずなんでね、はい、まあ、そこら辺が生きているんじゃないでしょうか。ロープに止めた、これを許さないチャンピオン飯田沙耶。さあ二人とも苦しい時間帯、ここでどっちが力を振り絞れるかですが、花穂のりのスピアカウント2。バランスがいいですね、失礼してます。セカンドコーナー、ゆっくりとチャンピオン飯田沙耶が立ち上がるのを待って、ミサイルキック、畳みかけもいい花穂のり、これを跳ねて返す飯田沙耶。選手の表情もすごいですね。ここからね、もう一段階飯田沙耶が爆発できるかどうかがベルトを守る鍵となります。もう本当にこうやってみると、花穂のり選手はまだ技に関しては限られたものしか持ってないというのがよくわかりますが、持てるもの全て出してますね。そうですよね、いやまあタイトル初挑戦なんですけれども、そういうようなのを感じさせないような、おー、パッション見えますよね、パッションが。スパインバスト、だが後が続きません、チャンピオンの飯田沙耶。ここは攻めどころですよね。さあセコンドの激務激しいです。セコンドの戦いもありますね、すごい応援合戦になってますね。このスパインバスターで返せなければ飯田沙耶危なかったところです。
フューチャーオブスターダムのベルトが見つめます。どちらの選手の腰にこのベルトは巻かれたがっているのか。コーナーに追い詰める。だがこれすらも切り返す。アラホナリ危ない。さらにからショルダーアタックル。勝負をかけた。カバーカウント2。これはいけるかもしれませんよ。ハナホノリ。なんか、おお、止めた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 。さあ打てるか打てるか。いいですよ。おお、ボディスラム。おい、ひもっていわず力がありますね。おいさん、今のは相当力使いますよね。なかなかできないですね。バランスがないとそこまで上がらないですよね。体格的にはね、飯田選手よりも花選手の方が一回りぐらいでかいですよね。はい、まあ、決してね、飯田選手は上背はある方じゃないですもんね、はい、そうなんですよね。ただ、こうね、たゆまるトレーニングで身につけた筋肉というものはこうパワーをすごい生んでますよね。決して恵まれた体ではありませんが、それを筋肉の鎧で固めました飯田さや。その努力は裏切らないか。カウント2。さらにバックに回ってバックドロップ。攻める。チャレンジャーが攻めまくります。おお、抑え込む抑え込む。パッション。ああ、カウント2。このカバーのしっこさがやっぱりシードリングですよね。何かね、教えをね、そうですね、感じますよね。後ろの取り方もそうですね。ノーザンライトスープレックスホールド。飯田さやカウント2。かなりチャンピオンも苦しそう。ラリアット、渾身の力の一発。カウントは2。これラリアット、前のちょっと前の大阪大会で姫香選手相手に飯田選手初公開したんですけど、こう2回目出してきましたね。ラリアット似合ってますよ。似合ってますね。ほら、どうだどうだ。最後はもう抑え込みという形です。ラリアットで取りましたか。取りましたね。取りたかったんでしょうね。これあの飯田選手 2.10 シードリングに出た時に七井選手にラリアットで敗れてるんですよ、はい、だから七井選手が見てる前であえてラリアットでこう仕留めて、こう見てろよっていう気持ちがあったんじゃないですかね。そんな挑発的な意味、はい、そこら辺、まあ、飯田選手、今の飯田選手はそういうこともやりますよ。いい度胸をしています。飯田さや2度目の防衛に成功です。このラリアットですね、うん、いや、大江さん、はい、まあね、本当上背があった方がラリアットはね、上から叩きつけられる分威力はあるんですが、そうですね、そのね、上背がない分パワーで補いましたね。そうですね、まあ、防犯と呼ばれる日もちょっと近いんじゃないですか、飯田は。このラリアットで挑戦者を次から次へとなぎ倒していくか、飯田さや。敗れた花穂もその飯田を見つめます。花穂典、スターダムはどうだったか。貴様はこの先もそのままだったらな、あっし勝てねえぞ。シードリング背負ってんだったらもっと頑張れ。うせえよ。とっそりだ。なんと足という一人称に続いて今度は達者でなときましたよ。もうほんと独特のマイクアピールがね、はい、いいですよね。なんか癖になりますね、彼女のマイクアピールは。どこに行こうとしてるんでしょうね。どこに向かってんでしょうね。いや、最高ですよ。
さあこのベルトどこまで守りきれることができるでしょうか。飯田紗耶です。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。ジュリアのことが好きで好きでたまらない諸君、 YouTube スターダムオフィシャルチャンネルにまだ登録してない諸君は今すぐ登録しろよ。アリーベデルチ、またな。 T シャツ、タオル、ポートレート、選手グッズはスターダムショップへ。ここでしか買えないグッズや期間限定グッズも販売。スターダムショップで検索。 2.20 新木場大会メインイベント、スターズと大江戸隊のタッグマッチでまさかの出来事が。なんとスターズの怪盗ルアカがリーダー岩谷真由に攻撃を加え始めるという暴挙に。極めつけは椅子攻撃、大江戸隊が勢いそのままに勝利。試合後岩谷は怒り心頭。いい加減にしろよ、どうだ。負けたいやつは勝手にしろ。引き止めたりしない。でもこんなに振り切られてさすがに覚えがたい。スターズ、これが全面戦争だ。スターズと大江戸隊、正義と悪の超ド級全面戦争が始まってしまうのか。今後の展開に注目。T シャツ、タオル、ポートレート、選手グッズはスターダムショップへ。ここでしか買えないグッズや期間限定グッズも販売。スターダムショップで検索。ジュリアのことが好きで好きでたまらない諸君、 YouTube スターダムオフィシャルチャンネルにまだ登録してない諸君は今すぐ登録しろよ。アリーベデルチ、またな。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。スターダムの歌舞伎者宇奈木さやかが7番勝負に挑みます。その第一戦の相手は現白いベルトワンダーオブスターダムのチャンピオンジュリアです。いや、成川さん、初戦からジュリアですか。はい、これちゃんと伏線があってですね、 1.30 の高田のままでタッグマッチで宇奈木選手とジュリア選手当たってんですよ、はい、でこの時にもうめちゃめちゃもう、ま、この時にはね、7番勝負の第1戦で当たることをジュリア選手決まってましたから、結構きつく宇奈木選手もやったんですよね。でこそボコボコにしたんですね。ボコボコです。もうない宇奈木選手がエルボーを打ってもジュリア選手が全く通じない。でそれを、まあ、うなぎが今日この試合でどれだけジュリアに揺らがすことができるかって、そういうのがポイントなんですよね。リベンジマッチでもあるんですね。そうです、リベンジマッチです、はい、まさに。まあでもね、大江さん、はい、
村地沙耶香もチャンピオンですからね。そうですよ、アーティストオブスターダムはチャンピオンですからね。キャリアも2年を超えてきましたしね、はい、いやここはもう一つ分厚いところを見せて試合にもかかっていかなきゃいけないですね。まあこうやって第一戦から強敵を当てられていますが、逆に考えればウナギにとってはチャンス。このトップ選手たちから勝ちを取るようなことになれば、一気にこのスターダムでの序列が変わります。これでもかとショルダータックル。だが、ただ何かスタミナ切れを早くも打っているウナギの方がきつそうに見えます。ジュリアの方はもっと来いと。アントは2です。これは成川さん、やっぱりジュリアとしてもどの程度やるんだってのをちょっと確かめながら戦ってるようにも見えますね。あのほら、他団体からこうスターダムに来た先輩になるんですよ、ジュリア選手。まあ、ジュリア選手も他の団体から来た、稲城選手も他の団体から来た、こう舐めてんじゃねえぞって、もっと頑張れよっていう気持ちをこう伝えたいっていうのもあるんですね。なるほど、ちょっとしたそういった親心みたいなものもあるわけなんですね。あるでしょう。まあ、ちなみにうなぎ選手だってこうジュリア選手の活躍を他の団体にいるときに見て、私も輝こうやって輝けるんだと思ってスターダムに来たことがありますから。渾身のエルボーを打ち込みますが、大江さん、はい、前に出てますよ、ジュリアが。ただまあそのジュリアもその頃分厚さというんですかね、このこうというウナギに対するこの対抗というんですか、分厚さというものが張ってる、備わってきましたよね。さすがロンド・デルモンドのトップ、白いベルトのチャンピオン、今やスターダムのトップ選手の一角です、ジュリア。一発で倒しましたね。ウナギ・サヤカに対する分厚い壁になっています。さあ、そしてウナギ・サヤカの所属するコズミック・エンジェルズの中野タム、ジュリアのライバル、しっかりとこの戦いを見つめています。いやでもね、大江さん、こうやって受けて立つ立場のジュリアですが、これもちろんダメージがないわけじゃないですよね。そうですね、まあ、これはもうプロレスならではのこの表現ですよね。ただもうこのウナギも今連打しますよ。この上にまた技術的なものの上に気持ちをもっと乗っけてね、目いっぱいいってほしいですね。なるほど、当たってくるだけなんですよね、この部分においては。あ、このスラムもジュリアはここで拒否していきます。ナックルを叩き込む。いけおー、カウンターのボディスラム。だが腰砕け。かなりウナギ・サヤカ、これは攻め疲れしてますかね。あー、それでもレッグドロップを落としていきます。そうですね、本当はもうちょっと倒した後にすぐさまレッグドロップをつなげられたらよかったんですけどね。息を整える時間が必要でしたね。この試合を見つめる中野タム、何を思うか。もちろんジュリアは中野タムがこの試合を見ていることは分かってるはずです。対戦相手のウナギ・サヤカと共に中野タムとも戦ってるようなものかもしれません。ジュリア、おお、早い。今大江さん、あの内股のようにいきましたね。そうですね、もうこういうところはやっぱりもう格闘技職、ジュリアも持ってますからね、はい、バックボーンの中にあるとこういうところは自然に試合に出るというのはやっぱりキャリーですよね。さあ、マウントを切り返していったウナギですが、下からボディシザースのようにジュリアがウナギ・サヤカをコントロールしていく。でもこの実はこういう攻防 1.3 条の高田の場までもあったんですけど、この時稲城選手、ジュリア選手も上を完全に取られて何もできなかったんですよ。抵抗すらできなかった。なるほど。ただちょっと進化の後見えますよね。こうやってなんとか取り返していこう、こうガードしよう、攻めていこうっていう、少しの間で彼女も努力してきたことが伺えますね。それを確かめるように一つ一つ味わうかのようにジュリアがウナギ・サヤカを攻め立てます。さあ、ここですね。あ、中野タムがもう負けるなと、うなぎ・サヤカに声をかけます。もう練習のね、スパーリングの中での劇のような、はい、目をつぶるなとか、もっと来いというようなね、これなんか道場での何かこうスパーリングのような予想ですね。こうやって見るとジュリアにしてみればいつでも仕留められるという余裕がありそうですもんね。そうですね、それをあえて仕留めてないようにも見えます。
今もうなぎの怯える目が印象的です。どこから攻撃が飛んでくるかわからない恐怖心。うなぎさやかそれと戦う。そしてやはりそのうなぎの闘志を確かめるようにジュリアの一つ一つの厳しい攻撃。ミサイルキックは返して返すということはこの戦いがまだ続くということ。戦い切れるのかうなぎさやか。上げて。おお道のくドライバー2。うなぎ。これは3カウントをジュリアが拒否。スリーパーホールドに移行です。これは厳しい。入ってますよ。うなぎさやかの動きがかなり脱力してまいりました。さあレフェリーがチェックする。動かないといけないですね。これリアクションしないとダメですね。ですね。さらに同地面に持っていった。うなぎ動けない。レフェリーがチェックします。もう完全にその腕に力は入っていません。動かないと止められますよ。レフェリーに投手は残っているのか、記録は残っているのか、うなぎさやか止められました。レフェリーストップ。ジュリアの勝ち。13分57秒。ギリギリまで成田さん戦いましたね。はい、そうですね。まあ、ジュリア選手の方がもう強かった、まあ、強かったんですけど、ウネギ選手おしっこの跡が見えましたからね。これ7番勝負第1戦ということで、残りの試合楽しみになりましたね。そうですね、残り6番、大江さん、はい、どんな戦いが求められますかね。やっぱりもう、技術の差じゃなくて、気持ちですね。これ気持ちの上で、やっぱり負けない、対戦相手に負けない力をつけて、次は挑んでほしいですね。さあ、ウナギの相手、一体これからどんな相手が現れるのでしょうか。心だけは絶対折れないで、最後まで戦いたいと思います。 T シャツ、タオル、ポートレート、選手グッズはスターダムショップへ。ここでしか買えないグッズや期間限定グッズも販売。スターダムショップで検索。見放題公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。